6番の佐々木がさあ5番のマチルド・グロの外へと出て、今度は3番手に上がりました。残り2周、最後方は依然として7番の荒川光、変わっていません。2コーナーカーブからバックに出るところ、3番尾崎睦美のペースです。1番飯田義の2番手、6番佐々木恵里が3番手と上がって、さあこの3人が後続をやや離し加減です。打掌で残り 600m。 さあ5番のマチルド・グロ、直後2番小林優香、さあこの2人が牽制しながらの4番手5番手、依然後方4番高橋理香、7番荒川光、ホームストレッチ、依然として3番尾崎睦美が先頭。ここでペースアップ、風を切っていきます。1番の飯田義野がぴったりと2番手、3番手6番佐々木恵里、この体勢変わっていません。2コーナーからバックストレッチ、さあこの直後から5番のマチルド・グロの外、2番の小林優香がやってきた。2番の小林優香が一気にまくっていきます。これに4番高橋理香、あるいは7番荒川光も追い込んで、さあ後方にいた3人が前へと出ました。直線に向いて2番小林優香、4番高橋理香、小林優香ゴールイン、2番の小林優香完勝。